はい、今回は埼玉県の山奥にある不思議な怪しい場所に来ました。こちらは以前お酒を作っていた酒造だったらしいんですよ。それが今こういうね、わけのわからないものがいっぱいあるんです。なんかカラフルなポストがいっぱいあったね。あとね、昔の放浪看板、懐かしいですよね。すごい数ですよ。ここは一体何なんでしょうね。どうやら社長さんは解体屋さんらしいんですよ。でね、趣味でね、こういうなんかいろんなものを集めてらっしゃるんですね。とにかくね、貴重な放浪看板がたくさんあります。どっからこんなにいっぱい集めたんでしょうね。すごいですね。この看板だけでもすごい価値がありますよ。うわあ、すごい。なんだこれ、うさぎさんがいる。大きいな。そしてね、その先にも放浪看板がたくさんです。すごい。そして筋肉マンがいて、この真ん中のはマリンちゃんかな。そして上になんとマジンガー Z がいました。監視してます。そしてね、裏の方へ行ってみたら、なんか視線を感じたんで上を見上げてみたら、なんと、うわー、ジャイアントロボだ。懐かしいな。そしてね、鉄人28号もいました。そして電話ボックスになんか怪しい人影が。そしてね、なんかおまわりさんのオブジェやら何やらいろんなもんがあります。マジンガー Z が見てます。そしてね、ゾウさんがいたりね、なんだかね、わけわかんないんですよ。ところがこれが面白いです。そしてなんとバズがいましたよ。バズが囚われてます。そしてなんか色鮮やかなね、ポストがいっぱいあります。すごい、いろんなカラーがありますね。珍しいですねこれ。面白い。埼玉県のね、山奥にね、すごいところがあるって言うんでね、ちょっと見に来てみました。本当にすごかったな、ここ。面白い。これからもっとすごくなりそうですね。楽しみだな。今回もご視聴いただきありがとうございました。